今夜は張り切って1時間喋りたいと思います東野浩二の本物ラジオこの番組はプラチナゲームズのソルクレスタと神戸時和大学がお送りしますどうもこんばんは東野浩二でございます1時間お付き合いよろしくお願いします、えー、いろんなことを話ししなきゃいけないんですけれども、えー、まずあのレッドチェア あのアンジャシ氏の渡部君うんとなんか対談してそれがあのすこぶる好評でありがたいことにあのなんかネット記事のタイトル見て、ね、思わずあのメモ書きしました「<う>恐るべき懐の深さ」。 <え>俺,俺のこと、はい、恐るべき懐の深さだからあの 2, 年間2年前にいろいろあったアンジャッシュの渡部君と2年ぶりに会っていろいろ話聞きながらも、うん、なんか決して暗い雰囲気にはせず人の後輩の悩んでる芸人の道しるべを。 その明かりを灯すようにうなんかこう支えてたっていう意味で恐るべき懐の深さもはや進むべき道はしくじった芸人の救済芸人だっていうサびとタイトルがあってさすがにこんなこと言われたら嬉しいじゃないですかね嬉しいでしょコメント欄見たんですよもう久しぶりに二件でしたあれ二 <laughs> 件 声出し,た出したもん「二件って <laughs> あのダブルコーゴシップ兄弟の今田のお兄さんが「今ちゃんの実話が終わる」ってなってコメント欄800件 <laughs> <ー>え東野浩次恐るべき懐の深いんかな深さもはや進むべき道はしくじった芸人の救済芸人コメント欄2つ <laughs> いやさすがにちょっと引いたよ もういやというかもう逆に「やめてくれと」と <laughs> あれのウエンツくんも言ったんですけど何かの番組だけってそれをネットニュースするの俺も全然いいんですよ。ねタレントさんによってはねいやもう何でもかんでもね切り取って記事にするなみたいなことすごい怒ってらっしゃる特に松本さんとかスーパースターの人はみんな怒るんですよ。でもこっちとら別にそんなにいいんですよ。たただ、格意やったら 反響のある書き方してくれ俺の場合は「嘘もええ <laughs>」「賛否であいつ何言ってんねや」ってケンケンガクガクしてほしい懐深い言われて2件って <laughs> えーと1億6千万人8千万人に一人しか書いてない <laughs>」「いやめちゃくちゃあれも大至急削除してほしかった <laughs>」最近なんかこうコメント欄を 消してるやつあるんですよ書くとこないやつね多分そういう風な言ったら呼んでる人とか気持ち気分悪くなったりとかうんそのタレントさんの配慮みたいなも多分、うん、トータルであるんでしょうねいや本当にあのそ俺もそれやったらもうコメント欄いらんみたいな <laughs> <laughs> あの多分俺もようわからんけど 上の方からよう見られてるんでしょその記事ってなんとなくなんかこうみんなが読むやつが上に上に行くじゃないですかな下の方に下がっていってコメント欄少ないのはまだ分かるんすよまだああまだ興味ないねんなってそこそこ上やのにコメント欄ないってことは。 書き手の力不足ですよもっと俺のことをなんか褒めるなりけなすなりとにかく読み手が思わず文章を書きたくなるような記事を書いてくれ二 <laughs> 件,件だけはほんまにだからあの記事読まれたくないんじゃなくてわかるでしょ、はい、世の中的に。 いやもうこんなことあるんやもう絶対だからつまりそのライターとその言うたらわたあ 渡部と俺のレッドチェア見たけどその記事見て書こうっていう気にならんっていうのはライターあなたの責任ですからねいや本当になすりつけいやいやライターですよだから俺はもう特別ですから嘘もええんですよ感じ悪い記事でも俺,俺は OK ー。他の人はダメですよとにかく二軒分かんやろ二軒恥ずかしいです。あの 恥ずかしいやろ、うん、その人のラジオの聞き役と思った、恥ずかしい。<laughs> <laughs> び、琵琶湖滋賀から急いで毎週来て、俺の聞き役してる。ね、この兄さん、楽しいわ、ゆかやは、この兄さんからいろいろ学ぼうってね。うん、で、思ってるかも分からんけど、ネットの世界行ったら、何の反響もなくてさ。<laughs> <laughs> いや、もう、全くない。カリスマも全くないし。ね、うん、あの。 2人娘よって下の娘がたまたまそのなんか渡部,と渡部君と俺のなんかレッドチェア見てくれてですごい何かこうなんでしょうかなんかこういいインタビューみたいな,なんか珍しくうーなんかいいインタビューみたいな感じで,でなんかそのなんか電話で喋ってたらいやこれはもうあかんとあのものすごいイメージが良くなってるとでだから芸能人のイメージが良くなるっていうのは。 ももうこれはもうその黄色信号だとだイメージを下げないといけないって逆に言われたんですよイメージ良すぎるとこんな風な感じでだから要は土下座3回させたとかそんなんカットしてるからなんかええ感じに編集してくれたんですよやっぱ編集の方が上手やから、えー、インタビューの僕もそんなれへんように渡部君もええ感じになるような上手な編集で納品してくれたからうちの下の娘見てうわすごいと。 そのダディのイメージがよ,よくなりすぎると、ね、危険だとで芸能界イメージ良すぎるとあの何かした時の反動でそのダメージがでかすぎるから <laughs> あのダディと「あの大至急イメージ悪いことしなさい」って言われてで「何やそのイメージ悪いことをするって、うん、何したらええねん」って言って24歳なんですけどなんかいろいろ考えた結果あのテレビ番組の収録で横にいてる女性タレントに月に一回鼻くそつけなさいって。<laughs> 24歳が <laughs> 24歳えぐやって中1の娘のアイデアかなと思ったら <laughs> 一応24歳の社会人の娘のアイデア、うん、真剣に考えたんが、えー、月に1回だけこれ毎週したら嫌われるから <laughs> 月に1回だけ喋りながら鼻くそほじくってなんか鼻くそついてるところで綺麗な衣装にベッドりつけたらなんかええ感じでタレント活動を過ごせる っていうふうにちょっとアドバイス頂い,いたんでもしかしたらそれも参考にして一 <laughs> <laughs> 人目誰なんやろ <laughs> えーっとね一人目ですか<え>うーんヒコロヒーかなああ <laughs> なるほどヒコロヒーぐらいやったらすごい上から冷めた感じでボロカス言ってくれるからいいのかなみたいな感じでぜひぜひ、えー、ヒコロヒーさん、えー、一緒に番組したいと思ってますんでお待ちしておりますえー、っていうところとあともう一つあの あのエミー賞アメリカの方のドラマ部門でいろいろ1年間で面白い作品みたいなのがあってでそれの作品賞がメディア王が撮ったんですよほんでその言うたら、えー、この番組で喋りましたけど元テレビ東京の佐久間さんから勧められてメディア王シーズン1シーズン2見てて、まあ、確かにこれもめちゃくちゃおもろかったし。 まだ見てない見てないでしょう、はい、あのユー・ネクストの方なんですけどでこれが面白くてほんでいろいろだから順番にで調べたんですよ。イカゲームも最優優秀男賞賞と監督賞でしょこれもなんかね日本のドラマもなんかできんちゃうのってちょっとこうついつい思っちゃったりもするしあとコメディ部門で僕が好きだったっていう「あのバリー」っていう。 「あのサタデーナイトライブ」とかでやってるコメディアンの人が主役のやつのえ今シーズン3が始まってるんですけどそれもだからノミネートされてたけどコメディ部門で選ばれなかったけど一応その候補の中に入ってたりとかしててなん,かなんとなくこうエミー賞関連をちょっとこうね網羅してる感じでなんか面白いなと思っててでもう一個その流れであのついこの間イギリスのエリザベス女王が亡くなったじゃないですか。 ほんでそのザ・クラウンっていうネットフリックスであるんですよ。それはだから イギリスの王室の話でシーズン今4まであっててそれがすごく面白くて要はお金もかかってるし王室なんか豪華なところで衣装とか装飾品とかもすごく豪華でイギリスの歴史も分かりながらエリザベス女王がなんか20代の若い時に女王になってからの苦悩とイギリスの苦悩みたいなのが歴史でこう超大作なんですよ。それおもろいってだいぶ前もう2年3年4年前に聞いてで見たんですけどやっぱね んかちょっとその歴史があまりにも難しすぎて第二次世界大戦の前の話とかのあれで誰か誰か分からへんからやめてたんですよ。で今回お亡くなりになったんであそうやと思ってちょっと見てみようってもう一回と思っていろいろシーズン1234ってその,あのその中の第1話のタイトルとかをこう見て調べていくとシーズン4がーが 俺が高校生ぐらいのサッチャー首相が就任して鉄の女って言われたサッチャー首相が就任してでなんかアルゼンチンと戦争したりとかあとあのチャールズとダイアナの結婚とでそういうの夫婦仲の不仲みたいなんがあったからそのサブタイトル見てこれやと思ってシーズン4を見たんですけどめちゃめちゃ面白くて。 あのー、だからこれから見ようとする方は本当にもう大至急、えー、毎日放送に変えてほしいんですけど <laughs> あのあのようできてるしあのなんかチャールズさんとあとカミラ夫人っていう浮気相手の方当時ね不倫してた人とかこれイギリス王室はどうやらそれドラマ見る限り否定してるんですよこんな事実はないないって言うてるけどネットフリックスでそれやるってことは なかなか逆に言うと懐深いというかめちゃくちゃふだから「あっ懐深いわ」あめんあと,あとごめんめん「恐るべき懐深さ <laughs> 俺が深くないね <laughs> ネットフリックス」と「イギリス王スが懐深いねんけど、うん、いやそれがめ,めちゃくちゃ面白くて。 ダイアナさんと出会うでもその時にだからカミラ夫人がもう結婚してんだよそれとも夜な夜な,なんか電話してなんか聞いてよみたいなこう猫なで声で喋ったりとかでダイアナはダイアナでなんか王室の中でなんか上手に立ち振る舞われへんで夜中冷蔵庫開けては <laughs> <あの笑>ケーキとかスイーツとかパク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 食べて<え>いや本当ににそんなずっとそほんでトイレで 戻すって,<ー>っていうなんかその心が病んでくる感じうーでもそのチ,ャチャールズとは常に喧嘩してるでそのエリザベス女王にお話聞いてほしいでも忙しいから無理だみたいなやり取りとか。 あとそのカミラ夫人が好きだとかでダイアナと大げんするでダイアナはどこぞこの空軍の男前の人を夜な夜な自分の家部屋にあの読んだりとかいやもう席席らないねもうそれがねめちゃくちゃ面白くて思わずあの芸能リポーターの駒井さんに「これ面白いですよ」って「駒井さんこれ好きですからぜひぜひ見てください」と思って。 なんとなくそのネットニュースとかその検索で調べるとシーズン4はだからダイアナがどうやら,その言ったら離婚するかしないかぐらいで終わるんですけどで次シーズン5が撮影が今やってんのかあの終わったのか今からするのか分かんないけどどうやらダイアナがパパラッチと離婚してパパラッチと言ったらカーチェイスしてトンネルの中で事故で亡くなる。 ところもなんかやるとかやらないとか言ってたからほんなら多分シーズン5そこでしょほなシーズン6は次男のこととかさで次男がそのえーなんかうーん空軍に行ったりとかしてはちゃめちゃになんか全裸になってなんかパーティーしてる写真も出てたからそんなシーンもあったりとかあとその後だからアメリカの女優さんと結婚して離脱とか,だからシーズンだから6はでいやこれ面白いもう。 発見したで、ね、思って <laughs> ぜひぜひ皆さんと思ったけどあのこの話あの笑顔で聞いてくれるの駒井さんしかおらへんな思って <laughs> ワイドラショーの前に延々と10分ぐらい駒井さんに説明して「<laughs> 私見る」って「今日大阪新幹線いくからその間ずっと見る」って「<laughs> そうよね面白いよね」って言って意気投合したんですけど、うん、ぜひちょっとその「ザ・クラウン」これおすすめなんですよ。 でこれはちょっとむくんアツムなかなか時間もないし見れないんでむくんにおすすめのやつもちょっと今回あの日本テレビのうん総合演出高橋さんによくちょいちょいお互い好き面白かった映画とかドラマとか。うん なんかドキュメンタリーとかこう紹介し合ってるんですけどその話になった時に「何かありました?」って言ったらなんかちょっと変わった女 AD 暗い女 AD がいててでその女 AD さんにだからなんかこう興味持った人に聞くんですっ大体好きな映画とか一番好きな映画何って言ったら一応それ見るんですってでそのなんか変わったちょっとねクらな感じの女性 AD さん俺も誰か知らんねんけどそういう人に聞いたらあの一番好きな映画が「パージ」っていう映画。でし聞いたことあります なん,かなんか言葉はなんかなんか、ね、10年ぐらい前にやったやつで、あのー、近未来のアメリカのだからタモリさんの,あの世にも奇妙な感じなんですけど近未来でアメリカがすごいもう犯罪ばっかりになって1日に何人も死ぬんですよでこれはあかんなってなってアメリカの法律で1年に1日の12時間だけあの 誰を殺してもいいんですよ誰殺してもいいっていう法律になった近未来の話ででその映画はその6時間ぐらい前かな「いよいよ今日だね」みたいな感じで始まってでそれでいざ始まったら一体どうなるかって言ってもう和訳くになる1時間半のドラマこれアマゾンプライムでちょっと。 聞いたことあります。見たこと見ました。見ました。見ました,見ましたでしょう。はい、なんかも夢も希望もないえぐい話でしょう。はい。いやもうお面白いそういうエンターテインメントとしては面白いんですけど、うんうん、好きな映画は500位ぐらいです。<laughs> <laughs> いやそうそうだそうだね。俺も、はい、俺もだからこれ好きな女 A.D. はすげえな思って、これこれ好きなんやって。 もしも知らない方がいましたらアマゾンプライムであるんで,でそれなんかパージーっていうのがあって俺それ日本語の吹き替えで見たんですけどなんかあの連続パージーみたいなのが多分おそらくヒットしてそれを参考になんか連続もうも作ってると思うんですけど1時間半で終わりますからいやなかなかだからあのこんな風に人を,人を殺せるってなったらほんまにこんな風になんのかなっていうぐらい。 だか,ら人がだからそれぞれのお金持ちのエリアの話で,でその主役の家のお父さんの仕事があの最高級の防犯システムをあのセールスするあのトップセールスマンなんですよ。ほんでその時間が来たらウィーンって家がもう完全に要塞化して12時間家族でそのなんか。 一体どううなるんだろうねみたいな感じでモニターで見るところからなんかこう一体どうなるかっていう話でございますからこれもぜひぜひ面白いんで見てほしいと思いますさあそんな感じであっあとあっそうですねえー、来週の月曜日「不夜城はなぜ回る?」っていう10月から深夜で、えー、これだから関東ローカル だと思うんです、まあ。関西でもちょっと日付レで放送するかわかりませんけれども、えー、プジョルジョっていう入社5年目の TBS のうーんお父さんがうん日本人でお母さんがインドネシアの、えー、人でその息子が TBS に入って、えー、趣味で、えー、深夜明るいところにピンポンを押すと「何してるんですか?」っていう趣味が講じた企画書が通ってそれがレギュラー番組になるんですけど、えー、9月19日の月曜日は夜9時45分から1時間ちょっとなんですかね、えー、それも放送されてこの間の南海の山ちゃんで岩倉さん,ん帰る亭の、ね、ゲストに来てみましたけどなんかおもまた面白くて。 なんか久しぶりにあの涙出ましたお<ー>涙なんかちょっとええ話で <laughs> おぉ<ー>いやいやあの娘さんに怒られます <laughs> 大丈夫ですあの鼻くそつけますから <laughs> <laughs> なんか久しぶりになんかボーっとなんかそそんなに感動感動みたいな感じなくて不意に感動が来たらもう止まらなくぐっと来られるんですけどやっぱ偉いもんで止まらなくなんねんな と思ってなんかちょっと EVT r ドキュメンタリーね日本、えー、を1時間ちょっとで見るんですけども是非よかったら見てほしいと思います、えー、あとは僕は全く知らなかったんですけど「荒、えー、引きだねカレンちゃんのお気に入りのダブルアートのしんべヱ君が結婚式大阪中の若手芸人が集まったそうでございます藤原副社長も出席ということであそうですよね今思った「ザ・クラウン」ってあるじゃないですか。あれもだから吉本で できますよね。めえ<ー>。<laughs> いやいやいや。<laughs> なんでなんでそこめえめえなんですか。だから NHK の朝ドラのワロテンかとかもいやもうあんなんじゃないです。ももっと生々しいやつですよ。 だから,そうですだから、えー、シーズン1は林翔之助いね弟林翔之助さんが立ち上げてで工業会社で始まって力道山のプロレス工業で楽屋でギャラの払う払えへんで力道山と対峙するみたいなところの始まってそっから言うたらんあの吉本興業には落語ががいてないっていうことで松竹芸能に頭下げて笑福亭仁鶴師匠を吉本に電撃移籍。 あれもうそれシーズン1のマックスでしょはい <laughs> 二角が来るぞみたいな、はい、でどんなんかなー言って吉本がもう右肩上がりになっていく、はい、でシーズン2がヤング・オーでしょ、はい、でシーズン3がえー漫才ブーム、はい、でその前後に横山泰史さんや、はい、ねいろんな事件みたいなところあるから誰目線が一番いいんかな、はい、誰目線のやっぱり。 社員がいいでしょそうですよね。社員が木村正夫さんなんですかね。まあ、前半は絶対そうです、ね。前半はそうですよね。ミスター吉本と言われた木村正夫さん目線でシーズンワンツーみたいなところで。安市首相のなんかいろいろ問題があって、で、会見したりとか。清志首相が、ええ、参院選にすば。ね。はい、それ、あれも、だって四十万円でしょ実は。 あ、三十八とか九なんですよ。へ<ー>すごすごない。はい。行き急いでます。行き急いでますよ。<laughs> はい。俺あの、そ、家清喜に家初めて行った時に、みんな食事会全員呼ばれて進撃やってる頃に、その玄関のこのねにでっかいパネルありましたもん。あの、あのだ当選しましたって全員で万歳してるでっかーいパネルと。 あと日本で一番大きいハゴイタ <laughs> <laughs> 池のメダカさんうろうろしたんですけどそういうシーンも撮れるしで次漫才ブームで三郎四郎さんが吉本をね辞めるとかで次、ね、言ったらさんまさんしんすけさんねしんすけさんの引退でダウンタウンさんが。 が丁目劇場から東京に行くみたいなところとレコード業界みたいなところといやあいっぱいありますよあとカウス師匠があのバットで襲われるとかあったでしょありましたね。いやあとはそうそうだからそれ吉本お家騒動とか闇営業とかいやおも面白ない。いやあの芸人サイドに当てたらもう最高に面白い。 社員サイドに当てたらちょっといや社い員やサイドがお面白ない社員サイドの騒動っていうかなんかわからんけどそれは吉本からすっごいクレーム来るし「なれさらしょんじゃい!」って。<laughs> <laughs> で,あのでクレーム来た後あのニヤニヤ笑いながら藤原さんが「勘弁してくださいよ」って言って「<laughs> やめます」って言うまでずっと籠城する。<laughs> 水谷さんっていう方がねいつもだから、えーえー、たタムケンタムケンの焼肉屋さんでちょっとお腹下したみたいな問題があった時に頭下げる時にす頭のてっぺんがすごい薄いんですよあれが効くんですよ謝罪に <laughs> すごいね水谷さんわざとみっともない剥げ方するんですよで頭下げてパシャパシャパシャのる時に俺これぞ謝罪のプロや思った あんな惨めな頭見せるって粉もふらんとさすが水谷さんって思っていや俺そういうシーンとか「メッセンジャー黒田がクリスマスでガールズバーでポカリ」みたいなとかとねそれを見てる社員でテレビで見てるそのテレビの映像が当時のなんかニュース映像とか当時のリアルタイムなザ・クラウンもそうなのよ。当時の あの出てきますけどエリザベス女王の寝室に入ってきたイギリスの人のその言うたら仕事がない失業者のニュースがあってそのニュースのやつも当時の映像みたいな流れるからメッセンジャー黒田君がクリスマスでガールズバーでポカリみたいなところのなんかそのなったところとかさあの中途の福ちゃんがノーブレーキの自転車で警察に俺これ必ず言うんですよ。 あの中途の福ちゃんが「ちゃちゃ選マンでゲスト来たらオンエアされないですけど俺と来る」だか毎回言うんですよ「俺は得意はええけどお前は許さんからな」って言って福ちゃんは「なんでや!」って「なんでや!」って「得意の方が悪いやろ」ってお前の方が悪て「お前はノーブレーキでこんな社会のクズや!」っていうとかさまざまな物語がさ あるから、ぜひぜひやってほしいと思うけど、なかなか難しいかなとか思いながら。面白そうでしょいや、もう、その。あの、いや、今の東野さん説明だと面白いです。<laughs> <laughs> 裏側をどこまで描くか。いや、だ、そして、誰が制作するの。あ、<laughs> いや、それ、それはもう全く違う。違うところで、吉本が制作したら、ちょっと美談になってるやんいやだな、もう,そうです、それ、ダメでしょはい。 それはもうだって、えー、岡本 VS 報道陣200人世紀の泥仕合あのなんかもう取材陣がもうのらりくらいとやられてなんだこれみたいな感じでなんか不評みたいなもうあんなもんだからこうドラマ化したらさもう少し時期がたったらと5年10年後したらそれはなんかネットフリックスとかアマゾンプライムでやったらいや面白いとはね思うシーズンシーズンで目線変えていくとね いいと思いますし、ぜひぜひちょっとそんなんもちょっと、えー、吉本さんはちょっとあのやってくれないと思うんで、誰かちょっと吉本にかなり恨みのある <laughs>、えー、ドラマとか映画作る人え、一か八かやってみてください <laughs>、えー、その時はどうか？僕の名前は出さないでください。<laughs> <ん>お願いします。<laughs> えっとリクエスト。 行きましょう、福岡県のかりさんでございます。ラディアズムスタスタの皆さん、こんばんは、今週の予約リクエストはコールドプレイのビバラビダ。えー、お願いします、こういう有名な曲ですよね。えー、最近アイフォン、え、十四ね。買ってます、アイフォンって。そう、ずーっと。買ってないですよね。僕はエイトです、はい。あ、え、エイト。はい。いやいやいや、ちょっと分子一も。 分子支障なんて常に最新の機器持って iPad とかペンシル出たらペンシルとか常にやってるじゃないですかそのアンテナ張って「エイト、はい <laughs> こてんな子やな。<laughs> いいか俺、俺は、えー、中途半端ですけど、十二。<laughs> うわ、中途半端。十四 <laughs> やから、十三買う勇気もないから。十二、ね、なおかつ、俺、十二のミニ持ってるんですよね。えー、今回の十四からミニが発売されません。あ<ー>だから、あの、小さいやつはもう、なんか、不評で、あんまり買う方。日本人にはちょうど。<laughs> 俺もそうでしょ。大きすぎるんですよ、うん、あの今の普通のやつがだから小指が痛いんですよ。<laughs> 小指にこう支えて机みたいな感じでこう打つ,打つと痛くなるんでミニにしたんですけれども、うん、ミニは発売されておりませんさあこの最新の iPhone のこの14、えー、発売がありましたがこの曲は昔 iPod あ iPod の CM ソングとして流れており懐かしくなったのでリクエストしますありがとうございます独特なイントロが印象的でコールドプレイの中でも大好きな曲の一つですそれではいきましょう、えー、コールドプレイさんで「ビバラビダ」でいいですかそれでは張り切ってどうぞ番組はリスナーさんからのお便りで成り立っています メメーールルは、h h com, h h いいルは、hhatmarkabc1008.com hhatmarkabc1008.com ですいいいい遊遊びから遊べ和光土よ工事に教えてさあ今東の工事に気になってることを皆様えし、ー 系の皆様、僕にどんどん教えてください。お願いします。いや、ちょっとびっくりしました、この方。えーと、どっちから行こう。長崎県金玉さん。えー、ダディ八重さん、こんばんは。先日僕の YouTube のタイムラインに、ハイヒールさん。ね、ハイヒールさん。のラジオの公式 YouTube 動画が現れました。と、えー。サムネイルには、えー、リンゴの VIO 脱毛事情。 ほうとかれて、今メイのとこじゃないですか。メインのとこ。そうか。名ボタンを無理しました。V.I.O. 脱毛事情と書かれてありました。あまりの衝撃にだろうっていうぐらいね、衝撃に二度見した後、動画を再生するとリンゴさんはすでに V.I.O. 脱毛を済ましているとお話しされてました。 僕はその話を聞いてその昔まだ NSC 生だったりんごさんが1人暮らしをしている家にダウンタウンの2人がりんごさんの鍵穴からりんごさんをのぞいてたりんごさんがお風呂上がりで裸でそれを覗いてて、えー、玄関ドアについている郵便受けからりんごさんのアンダーヘアを見て。 えー、興奮したといいう話を思い出しましまたかなこうなんか笑ってたんちゃうかな、うん、あとなんかあの金分がついてたとかなんか <laughs> そんなことだと思うんですけど、えー「人は昔の話を思い出すと脳が活性化されると聞いたことがありますがダウンタウンのお二人にリンゴさんのアンダーヘアがなくなったことを報告して脳を活性化させてあげてほしいです」ということでリンゴさんだもうだからそういう VIO 事情だからあれあれでしょだから年いくと重ねていくと、えー、介護問題があるから。 アンダーヘアーも白くなるからあの言ったら電気あの反応せえへんから脱毛できへんから黒いうちに全部脱毛して介護される時に嫌な迷惑にならないようにっていう40代後半から50代の人の女性の脱毛がすごい増えてるということですけどさすがりんご姉さん何でもネタに。 するんでしょうねこれで、ねうん、15ぐらいの漫談になってるんでしょう。<laughs> <laughs> なってると思いますけどえ我々も、えー、脱毛したんですけどそろろそそ生えてきてきませんか、はい、あその後いかがですかその後えっ、ー、とね寺坂君という作家さんからもらってそれ順番に回したんですけどなんかまた生えてきたんで一回綺麗にちょっとだけ残したんですけどもう一気に全部家でもう全部剃りました。 でまたちょっとうん5ミリ6ミリ7ミリぐらい生えてきてる状態ですそのままもうほったらかしにしてるいやあの東野さんがあの機器をね持って帰らはったんではい、はい、マシンをはい、はい、でその後続けてってはい、はい、であの,あのままな僕が伸ばし続けたらどれぐらいひ <laughs> 比較として伸ばし続けていますあああなるほど、はいあのー 一回綺麗に剃ったらどれぐらいの期間でどれぐらい伸びるんだっていう、はい、勝手にそのミニ企画を発動してますね <laughs> ありがとうございます、はい、ありがとうございますいや,いやでもまたちょいちょいまた剃ろうかなってだからもうそのないことになれたみたいな感じなんで、うん、ちょっとそれでやっていこうかなーとは、うん、なんかいいってやってもらうもんね照れくさいじゃないですかそんな。そその脱毛う,んはい、そうなんか、はい なんか噂によるとその言うたら女性のその脱毛のスペシャリストの女性がすごい無表情であのするんですってで俺も聞いた話のまたぎのまたぎですけどほぼほぼ男性全身脱毛してる人はそこの現場でギンギンになってるんですって、えー、でも誰一人何にもそのギンギンが存在してない世界になってるんですよ。 ククリニックではお<ー>だからその人らもそこで反応したらお客さんが変な誤解するっていうこととお客さんが失礼だって怒るっていうことがあるから常にギンギンなんて存在してないんだっていう顔で綺麗に処理してくれるっていうのはそうらしいですよ、うん、あのそう,いうふうに <laughs> 名前出していいか。 TKO の広下が言ってました昔に聞きましたなんか旅座でふァイるときにもうないや兄さん僕もねあれもその脱毛したんですよえ,えどうやってやるのいやこれこれこうでいやそんなんでもなんか興奮したりとかなんか、うん、あのなんかおかしになったりせえへんの兄さん <laughs> それはもう一個なしですよ <laughs> そん時に俺ピンときたんですよこいつなんかやんなって <laughs> <laughs> こいつなんかやりよるな <laughs> こいつなんかなんか投げよるな。っていうこところですからでも男性も女性もなこれ自分でできるから自分でできる方がなんか照れくさくないし、うん、いいのかなとも思うんですけれども、うんはい、え皆さんも興味ある方はね、えー、自分でやるもしくはお店に行ってやってほしいと思います。この方 風は西からさん、えー、先週のホームラもラジオで東野さんがメッセンジャー黒田さんのことを「ガサツだ」と話されてました <laughs> そういえばなんかまたライン来ました「兄さん」って「僕のことを知らないでしょラジオで」って <laughs> あのー、<laughs> 文章から、あのー、喜んでる文章を伝っていました <laughs> <laughs> 「にさん!」って「パトラちチョで俺のこと言うたでしょ」ってすごいあのワクワクした字で <laughs> あれ怒ってんのかなと思ったらすごい喜んでるような感じではいええー、来ました、えー「YouTube 黒田にこれ、えー、黒田くんがやってるね YouTube ですね」「中川家礼二さんゲストの回でも持ち前のがさつさが発揮されてました」えー「黒田さんは冒頭からいきなりこんな質問されました」「礼二んとこは子供は今12歳と2歳やっけ?」 だいぶ離れてるけどあえてそう作ったから偶然なのかどっちって <laughs> <laughs> やっぱさすがにこういうのデリカシーにないなって思うようになっちゃいましたよね昔2年前3年前とは何も思わないんですけれどもうーんだって NHK で。 あの「農家飯っていう番組やってて梅沢富美男さんと一緒にやっててで農家いろんな例えば、うん、キャベツ今日のテーマはキャベツですとか今日のテーマは何でしょうかね、うん、ブロッコリーですとかいう農家を順番に回るんですよでその農家の方え奥さんもしくはおばあちゃんお父さんえおじいちゃんがその、うん、食材というかその自分が作ったもので料理作ってもらって食べてでまあ知り合ったいきさつとかなんかちょっと夫婦仲どうですかとか,なんか休みとかあるんですか何してるんですかまあまあざくばらに聞くんですけど。 うんね、別に聞くことも別に僕らが自由に聞くだけから何でもいいんですけど梅沢さんはもガガンガン聞きますからねだから息子がいててね息子が嫁いで「父ちゃんよかったな」っまあわざと言ってたか知らんけど「父ちゃんよかったな母ちゃんも嬉しいだろ!」「うかついてくれて」って言って「えっお前結婚したのかよかったなよ!よ」よ「お嫁梅沢よく来たな農家なんか大変だろ!」って言って「早く子供産めよ」って出た。 すげえパンチ <laughs> いやガンガン普通に、うん、でも一応僕もね、まあ、仕事ちょっと建前上、うん、いや皆さんも今そういうふうなことをねあの言,う言ったらやっぱちょっとね問題もあるからあんまりそういうふうに「うん早く子供産めよ」とか「男の子産まなきゃダメだよ」とかそういう発言はよろしくないですよ。ななんでだだよ<ー>当たり前ろゃっていうみたいな、まあ、ようようそういう会話あるんですよ。うん、NHK の人も あそこをカットしたりとかでも意外とそこを使ったりするんですけどやっぱキャラクターってそのねオープニングの話じゃないけど梅沢さんのキャラクターが「早く子供を産めよ」とか「ね男の子でよかったな」とかそういう発言してそれをオンエアされても苦情って1本もかかってこないんですって。 それが例えば朝一、花丸・大輝さんの「朝一みたいな番組で、うん、男の子と女の子みたいな感じでうん言うたらうん何でしょうか今のその男の子,が男の子だけどうん心は女の子とか女の子だけど心は男とかさまざまな問題あるじゃないですか。でそのん男の子のしゃべってるコメント「だランドセル何色がいいですか?」みたいな「僕はうーん黒色がいい」とか。 僕は黄色がいいみたいな字が男の子が喋ったらあのブルーで出るんですよ。で女の子が喋ったらピンクで出るんですよ。それにそこそこの数のクレームくるんですよ。なるほど。なんで梅沢さんに来いうのかなっていうぐらい。<laughs> いや来るんですって。ほんで俺聞いた話ではもうだからその黄色とかなんかその男の子は女の子は赤とかじゃない。 色をわざともう使う使ようにしてるんですってもう余計ややこしになってくるっていうかだからすごいいろんな配慮し,してるんですねそれはそれであのちゃんとした番組まあちゃんとした番組って言い方悪いけどはちゃんと配慮するしでも一方でそういうおじさんがぶっきらぼうなキャラクターの人はもうそれがオールオッケーになってる。だから結局は 受けて側の気持ち次第ってことでしょ。はい、だ,だから落語も古典落語もだって。今できないやつとか、テレビでできないやつとか、増えてきてるんでしょう、はい。あの、あの言葉を変えたり、もあります。あのワンフレーズ、このフレーズはもうやめてくださいっていう。その放送禁止用語じゃないけど、やめてくださいってこと。あ、はそれは放送禁止用語。用語はい、まあまあ、設定ごと。 ああかんのもありますその時代は OK やったけど今はダメですよっていうところうーんまあそれは曲の判断ですよねいやだからいやだから一応俺もだから一応少しだけ気にするけどねでもたまにちょっとこうジャブがってのはどんな感じになるのかなってあの人の容姿言うけどね。 ジジジャャャブブ、ジャブで、うん、だから「ヒコロヒーさん相変わらず顔大きいね」とか,んだかほんならすごい、うん、ヒコロヒーさんあの <laughs> 古い方やけど「うん、あのハトがマメでっぽくなった顔してるわ」<laughs> <laughs> え「えってこの人何この人何言うの?」みたいな「うん、今どきそんな顔いじりすんの?」みたいなとか、うん、一応なんかこう使う使われへん別にして一応やっといた方が<よ>や,やる顔いじりとかその。 見た目いじりとかあのそのできれば梅沢さん方向に行きたいですね行きたいよね、はい、もうだからサンドが言うからしょうがないなとか <laughs> サンドお前口悪いなとか言われる方に行く方が得やもんね、はい、いやだからいやもうでき,できますでしょうえいや,いやいやでワニにパイ投げつけとった男ですよ <laughs> いやそれはごっつええ感じでパイマンっていうあの渋谷のおギャルパンツあらへんおギャルに育てられたマシーンであのワニにパイぶつけてワニが何もリアクションせえへんワニの頭あたりが真っ白になるそれ見て「いや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 それがや」って。 これポッチも悪いと思ってなから、<laughs> だからこんなやこれやったら苦情かかってくるのかなとか、もう全く分かってなかった。けらけらけらってやって、ね、うん、放送したら鬼のようにかかってきたらやっぱりそうなの。鬼のようにじゃんじゃ <laughs> クレームが <laughs> クレームの嵐。<laughs> <laughs> あ分かんでやみたいな。それは時代関係ないですね。ね <laughs> <laughs> そうよね。だから15年20年前ですから。 なんかあのー、チンパンジーにパイぶつけるとか、チンパンジーも負けてられへんから自分守るためにチンパンジー自分の手のひらに自分のうんこをね乗せて投げ返すってチンパンジーうんこ俺こっちにパイ投げてキャッキャ言うてて <laughs> いやーいやって言って、えー、ダメだったみたいでございますはい、はい、すいませんさあそういうわけで、えー、来週も本県の皆様からさまざまなテーマでお待ちしております宛先に教えると書いて送ってください。 番組はリスナーさんからのお便りで成り立っています。メールは h h アットマーク a b c 一ゼロゼロ八ドットコム h h アットマーク a b c 一ゼロゼロ八ドットコムです。いいメールはいい遊びから遊べ和光堂よ。プラチナゲームズプレゼンツ東のゲーム化計画。 プラチナゲームズさんが密かに目論んでいるという東野工事ゲーム化計画その会議が煮詰まっているそうですそこで本家の皆さんから僕が主人公のゲーム案を送っていただき会議の手助けをしようというコーナーでございます面白い案があれば実際にゲームが作られるのかもかもしれませんこの方宮城県、えー、クソの森仁太郎東野工事ゲーム化計画ダディアツムさんこんばんは明石家さんまさんが m b s ラジオヤングタウンの中で 森三重の黒田さんが芸人専用の老人ホーム建設の計画を練っていてさんまさんの老後を支えようと考えてくれているという話にさんまさんが泣きそうになったと話されていましたそこでそれにうまく乗っかって黒沢和子ウィズ東野浩二の芸人老人ホームを経営しようというゲームはどうでしょうか奇想天外な行動を繰り返す元芸人の老人たちをうまくコントロールして 老人ホームを経営していくシミュレーションゲームぜひ検討ください。いやこれ面白そうよねあのー、だから一人個室が1個あってで楽屋泥棒やないけどそれぞれの部屋に冷蔵庫あってあの好きなだからジュース入れてるけどそのジュースがあのー、違う芸人が勝手に泣けて飲んでる。で誰や ちょっとあの集会所来いって誰や飲んだんとか言ってえめ揉めるとか <laughs> いいですよねあと女芸人取り合う <laughs> 岩倉さんを取り合ってえ伊藤とえだから今の中分からんけどニューヨークの屋敷が取り合うとか、うん、うんあの芸人とこの芸人が仲悪いからうだから何でしょうか千原誠二と長木くんが入ってたら端と端にするとか。 バ、えー、ファロー五郎の A さんとえ藤原のフジモンがおったら、えー、会別にするとか会別にした方がいいでしょ。 お風呂で鉢合わんようにするとか「<laughs> そうでしょ大,大事でしょお風呂だから、えー、A さんがお風呂入ってたらフジモンが裸で入ってきたら喧嘩するからちょっと動線変えてトイレ行きましょうフジモンさん」って、うん「うんこ漏れてますよ」って「フジモンさんうんこ漏れてますよ」とか言って「うん、爽うな」って言って「拭いてや」って拭いてる間に A さんお風呂上がってバスタオで体拭いてっていう大変やなこれ <laughs> 俺と黒沢。<laughs> ケンカ 喧嘩せえへんよよううに、喧嘩せえへんように、やっていは実はほんまの話20年後老人ホーム俺できてると思うけどね吉本興業作ってると思うでうあの結婚してお金ある人結婚して幸せな人貯金ある人はいいけど芸人さんで稼ぎ例えばないとかうんで仕事ないとかでそれが56人いらっしゃるってなって誰かが陳情したらどっかの言うたらアパート うん、古くなったアパートそれ全部買い取ってちょっとリノベーションしてで、うん、それぞれの部屋に芸人さんがいててで下に食堂 <laughs> みたいなあってでお風呂場もちょっと改装して段差なくして <laughs> ってなるんやろな。はい、でそれでいろんなテレビ局のニュース番組の特集コーナーの取材読んで。 そのギャラっていうかその出演料をちゃんとちゃんとそれはええ意味でやっぱりちょっとね社会問題の一つもあるしそれでお金いただいて老人ホームを上手に活用しながらそれぞれの芸人さんで毎月500円とか1,000円とか引かれて。 何これって言ったら「いや師匠らの老人ホームのなんか貯めてる、うん、みんなでこれ貯めてるんです」って言って「あそうだっそれはしょうがないな」っていう人と「うんうん、バやねそれはそれやろ」って。 こっちもそれでチョキしとるわみたいいなっていう人で順番にチーフマネージャーが回っていって「すいませんがこれから月500円1,000円でいいですか?」とか言ってって,いうっていう順番に回っていく一流大学出てすいませんがちょっとあの最近あの老人ホームにやってる師匠のあのちょっとあのうんちの方がちょっと上手にできないんで。あのー の方、ちょっと、さらに、あの、購入させていただきたいんで、先月から給料の方から。千円、ちょっと引かしていただきますとか <laughs>。<laughs> う,う,うん、うん、うん、いいよ、いいよ、みたいな。オッケー、オッケー、みたいな。<laughs> っていうゲーム。っていうゲーム。<笑><笑>どんどんブルーになってくるよね。ブルーな、ならへんのかな、明るくできんのかな。明るくしましょう。うん。そうよね。うん だから例えば「ビビビビって夜中に寝てたら「何や何や」ってこう見るじゃないですか、うん、ほんだら分かんないですよほんま分からないけどあの千原誠じがあの徘徊してると <laughs> だから連れ,てあの連れ戻してください。 って言ってまたゲームののでホーム出て駅まで行って千原誠司さんが駅でおっちゃんと喧嘩してるからまあまあって間入って止めて手繋いでまたホーム戻るとかこれ誰が買うねでもクリアしていったらだんだん面白くなるし人多なるからこれが50人とかになったらさ上手に徘徊してるのをジャーンと返して。 あ確かにありかもわからんな徘徊するっていうあのだから吉本老人ホームで10人が一斉にあのホームを脱走するんですよ、うん、で走り回ってとにかくだから踏切の中に入ってるカーンカーンカーンってなったら手繋いでくるっていう、うん、これ誰が買うね <laughs> やっぱ無理やんやっぱ無理です頑張りましたね頑張ったけど無理です <laughs> えーっとじゃあ あの歯ない師匠歯茎で食べれる朝ごはん昼ごはん夜ごはんを順番に持っていく <laughs> ほんであの食べられへんで残ったらってあの次の人に回して上手に作った肉じゃがを上手にはけさすぎるもんあかんわ。<laughs> 人参ばっっか誰も食べへんやんやて <laughs> 師匠<っ>師匠歯ないからもうにん食べへんなんでもっと細かく切れへんねんみたいなゲームオーバー <laughs> これは申し訳ない師匠。<laughs> っていう確かにでも高齢化社会で老人ホームを題材にしてなんかハッピーエンドで少し笑えて悲しくならないゲームありなのかもわかりません、ね。<laughs> じゃあ次えー、っと靴に穴さんね。 えー、ダディアツムさんこんばんは「鈴木拓釣り道場」「ドランクドラゴンの鈴木君ねこれいつも旅皿も出てくれるんですけど僕の釣りの先生ですけど、えー、天から釣りを体験できるゲームあこれはもう真面目な感じ」えー「FPS 視点」ってのあるんですか、えー、自然の川を一人で登り川の音枯れ葉枯れ木を踏んだ時の音熊よけの鈴の音が軽くなりセミや野鳥の声を楽しみながら釣りのポイントへ行く。 環境没入型 VR ゲームになりますえ日が暮れたらバーベキューで何かを焼く音キャンプファイヤーのパチパチ音夜空の星たまに出てくる鈴木顧問に嫌ごと聞かされますが論文亮さんや奥ではえ何も喋れない岡村さんと会った時にはこんにちはとすれ違いざま少し挨拶ができるゲームいかがですかううううんんんん。なんかもしかしたらヒットするかもわかりません,ん意外とこれ、はい、な静かに釣りして たまに前からその歌枯れ葉踏みながら「ナインティナイン」の岡村さんが来てペコって挨拶するだけちょっと嬉しいちょっと嬉しい。ロンボウ漁がペコって来て挨拶するとかヒロシがあ,あっちでソロキャンプしているとか、うん、なんとなくこう言ったら都会のなんかその喧ん騒とか,なんか都会疲れ人疲れした人が家帰って本当に何もない自然のところでなんかこうキャンプか釣りか選べて。 一晩なんかこう言うたら充電できるゲームいや意外とこれなんかありなのかも分かりませんのでプラチナゲームズさん参考にしてほしいと思いますさあ今日は以上でございます僕を主人公にしたゲームはお待ちしておりますプラチナゲームズさんからはシューーティングゲームソルクレスタが発売中こちらもプレイしてみてください。以上東のゲーム化計画でした エンンディングです。過去の放送は YouTube で公開中そして誘惑リクエストに加えて教える日常それでも生きていく「プラチナゲームズプレゼンツ東のゲーム化計画」でございます。はは 東の,工事の本物ラジオメールは HH‐ABC‐1008.com メッセージを紹介した方に、えー、お札ステッカーですね時々本物バッジを差し上げますメールをお待ちしておりますそしてお知らせ来週はつむさんなんとゲストが来てくれますなんとええー、吉本の大スター キリンの田村んです <laughs> えー質問メこれなぜかと言いますとツ,ツイッターフォローしてたらなんかいつもあのベイビードライバーみたいな感じで映画のねあのサングラスして、えー、真顔で新幹線の移動中とか車両立ってる時にいろ、えー、んなラジコか何かで。 え関西関東のラジオをチェックしてえるのでちょっとゲストに呼んで今面白いラジオえ東西問わずですね聞きたいと思いますえ聞いてる方の皆さんえ本県の皆さんえ皆さんのおすすめラジオもえ募集しておりますこんなラジオ面白いあんなラジオ面白い何でも結構でございますぜひぜひメールくださいさあそんなわけでお時間きました今夜は以上なんですけど結局メールはあんまり使い切れなかったですね あのあの対応したないですよ。<laughs> 貧乏症やな。<laughs> <laughs> 一夜一命で。わ <laughs> かりました。えー、じゃあですねえー、緊急コーナーえ厚、ー、むに名を、えー、押してもらおう。厚む <laughs> に名を押してもらおうというコーナーを作りました。えー、ぜひぜひですねえー、短い文章で厚む君が名を押しやすいようなえ落、ー、ち オチのある文章をお待ちしておりますそちらの方も来週紹介したいと思いますそれではお時間きました来週のこの時間までごきげんよう聞いたってやバイバーイこの番組はプラチナゲームズのソルクレスタと神戸時和大学がお送りしました